はい、こんにちは。今日はウクライナ情勢について別の見方から考えてみたいと思います。セゾンな雑学の部屋ですか。人が挙げてたのが、実はウクライナっていうのは、今回ソ連軍が入って、地下の部屋の武器庫かなんかをあれしてた時に、誘拐された子供がたくさん発見されたっていう話なんですよ。まあ、ウクライナっていうのはね、大体腐った国なんですよね。もう国家は破綻状態なのに、金持ちだけが、要するに GS 側のね、やりたい放題やってる国なんですよね。例えばじゃないけど、クリミア半島からロシア軍の車両がどんどんウクライナに入ってましたよね。そういう映像ありましたよね。あれも変ですよね。戦争状態ならば、国境封鎖すればいいだけですよね。で、戦車が入ってこれないように、コンクリートブロックをね、大きなやつをたくさん並べとけば入ってこれないんだから。で、日米さんがこの間言ってたように、トランプ大統領、プーチン大統領のもう銅像を建てるべきだなんて言ってましたよね。詳しくその理由なんかは言わなかったけど、今回のミッションっていうのは逆に言うと、トランプ大統領がプーチン大統領に依頼して、ウクライナのチャイルド誘拐組織を潰すというかね、それが目的だったんじゃないかとも思うんです。まあ、ちょっとわからないですよね。証拠っていうか、あまり出てこないから。それにこれが、ウクライナ騒動がね、終わったからといって、そういう問題が表に出るかっていうと、それもまた怪しいですよね。だって、ニュースっていうのはさ、子供も聞くわけだから、なかなかね、表に出せないですよね。ただ、そういう可能性は十分にあると思うんですよね。あと、チェルノブイリをロシアが占領したとかいうのも、半径15キロとか20キロには誰も入れないですよね。ということは、15キロぐらいのところにチャイルド誘拐施設かなんかあれば、誰も入ってこれないんで、安心してさ、ビジネスができるわけですよね。だから、そういうところを吸収したと。で、ウクライナっていう土地は、ロシア語は通じるけど、英語はもしあまり通じなければ、例えば日本でね、Q プランのミッションがあって、ヘリがいっぱい飛びますよね。で、米軍がまあ、うろうろしてもね、そんなに問題にならないけど、ウクライナで米軍がね、うろうろしてさ、チャイルド救出作戦やったからって言ってさ、ものすごく違和感がありますよね。ロシア軍だったらロシア語が通じるんで、ミッションとしてはやりやすいと。じゃあ、お金はっていうと、結局、バチカンの地下のね、トンネルで金塊がいっぱいあったから、少しね、プーチンに渡せばそれで済むことでしょう。そういう意味では、そういう可能性があると思うんですよね。あとは、問題の最後の解決はどうするかっていうことですよね。入ったはいいけども、泥沼になったら、困るということですね。まあ、今回はそういう見方もあるっていうことをお話ししました。ありがとうございます。